トランプ、文在寅を批判。昨日、トランプ前大統領が声明を発表し、その中で、韓国の文在寅大統領について、指導者としても交渉人としても弱い。金正恩からも全く敬意を持たれていなかったなどと主張いたしました。こちら、まあ、先日、韓国の文在寅大統領が、アメリカの ニューヨーク・タイムズのインタビューの中でトランプ前大統領の北朝鮮政策が失敗に終わったと批判しているため反撃したんじゃないかと思われますがそもそもこのトランプ政権の北朝鮮政策は韓国政府が嘘をついて米朝首脳会談を実現させた結果完全に狂ってしまっておりますのでこの 北朝鮮政策が失敗だというのであれば、その責任は韓国政府にもあるんじゃないでしょうか。ぜひとも、韓国政府には、この北朝鮮政策について、韓国側にも大きな原因があるということを認めていただき、まずは韓国にとって北朝鮮は最大の脅威で、 敵であると正しく認識し直し、外交、安全保障において、今後は正しい選択を行っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。